はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました K の大冒険です。というわけで今回もゴジラVSの実況をやっていきたいと思います。はい、ですね、今回は次々に現れ出てくるラブリーちゃんな怪獣たちとめで合うモードをやっていきたいと思います。はい、で何をやるかというと三色気流なんだけど、なんで三色気流でやんのって思うじゃん。あのね、慣れたいの、めっちゃ慣れたいの。多分慣れたらはちゃめちゃ強いと思うんだよね。だからなんだろう、俺が今から普通にプレイするから、あのここをこうしたらいいよ的なのあったら言って。あ、今の三角じゃなくてバツなんでしょ。こうやってこうをこうをこうをこうでしょ。まあ多分普通にオンラインだとこの攻撃は多分入らないと思うんだけど。おお、おお、ひるまないよ。ひるまないってところがまたいいよね。ちょっと試してみるね。おお、痛いんだね、そのテレビみたい。おーらららら、これをね、どうにかしてね、コンボ最中に決めたいんだよね。あ、ってことは、ちょっと待って、止まれや、この野郎。この野郎。おい、おい。これで当たんねえかな。これだと当たりますかね。他にも何かいい方法ありますか。ほい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 、うんせい。なんだろうね、極めたいんだよね。もうゴジラは使いこなせてるんですよ、自分的には。でガイガンも教えてもらった通り、あのビームがやっぱり強いので、あのビームを集中的にやれば、まあなかなか強いなっていうのが分かったので、 80% くらいは使えてんじゃねえかなって思ってて、でじゃああと残りの三色気流になるなと思って、ほいほいほい、おーっとっと、かかった、ほいほいほい、こっからどうするかな。もう敵見なきゃいけないよね。俺今実況のためにさ、ちょっといいアングルにしてるんだけど、まあ実際はこんなアングルじゃないんだけどね、戦う時はね。お、耐えて、耐えらんないか。これでバック、もういいや。もういいや。もう好き勝手やらせてもらおう。ほい、ほい。よいしょ。ほい。当たるか。例えば敵の攻撃にメカはひるみにくいから、コンボしてタックルして吠えてビームも結構当たりやすいよとかね。それでもいいよ、そのままでいいよってやれば、本番でも当たるんであれば、本番って言ったらオンラインだから、そっちでも当たるのなら、当たるんなら俺はそれでいいんだよ。おー、すげえ入ったよ、もろ入ったよ。このワンパターンでいけちゃうんじゃない。ふぃー、これで倒したいな。これで倒そう。めっちゃ遠くで、めっちゃ遠くで死なないのこれ。あ、死んだわ。死にました。意外と弱いんだよな今のな、火力ね。ひるんでくれるんだけどみたいな。例えばそれやった後にミサイル撃って接近すんのもありとか、距離が開いてしまった場合とか、ね、もうね、メカに詳しい方、こいつの使い方を知っている方、この子の使い方みんな知っていたらよければ。あ、これやった後に隙がでかいからよろしくないのか。ただモロ入れば相手こけるんだよね。ほら、こうやってで、その後にビームなり、吠えてビームなりなんなりすれば
当たるんじゃないかな的な。まあ今回はあの三色気流のなんだろう、これこそ本当のテスト運用みたいな。痛い。ラドンもな、使いたいんだよな。かっこいいしな、強いしな。コンボハマったらもう最強だもんね。よいしょ。これいいの？悪いの？ほいほい、この使い方で合ってます？間違ってます？おお、でもそれされる可能性もあるかな。こうやって待つのもいいか。あ、こうやって待つのもありか。悩むなぁ。あ、意外とこの背景かっこいいんだけど。どうしよう。どうすればうまく使えるんだろう。うわぁ、ビオランティ。ビオラ、ビッチャン、ビッチャン、ビッチ。まあ、ビッチ。ビッチじゃん。どうしよう。避けれねえんだよな。爆捨てしたところで触手当たるしな。届くか。おーし。ほい。はい。はい。ほい。よいしょ。で、耐えて、ビーム。これもありっちゃありですよね。あ、入ってきていいよ。あ、今実況撮ってるからよろしく。ほい。おかえり。いい湯だった。いい湯だなだった。シカトゥ、シカトゥっすか。熱くなかった。熱かった。気持ちよかった。もう一回言って。もう一回気持ちよかったって言って。気持ちよかった。もっとエロく。気持ちよかった。マイクに聞こえるように。言った。あ、そうだ、女子からしてさ、ゴジラってどう思う？かっこいい。ただの怪獣。ですよね。あ、俺何やってんだーい。かっこいいとはやっぱり思わないんだ。よいしょ。おー、でもやっぱ使いやすいな。あ、そうだ。うわ、やっちゃおう。おー、かすってる、かすってる。いや、そうじゃない、俺がやりたいのはそれとも。バック C の。うん。ほい。こいつも使えてんだよな、ゴジラも使えてんだよな。何やってんだ俺は。ただゴジラ系ってビームを放った最中自分がガラ空きだよ。まあみんなそうかな。ほいほい、これで倒したいぞ。いったー。ガシャガシャガシャ。し今実況で、うん、ガシャガシャノーね。ガシャノーね。それから何出そうとしてるの。血の音。何を。命。うん、後ででいいよ。で、ちなみにですね、皆さん三式気流の使い方とコンボと、あとそのままそのコンボのままこれを付け加えたらいいよとか、それやったら吠えて敵の攻撃を待つのもありだよとか、いろいろあれば、ガチで教えてください。はい、お願いいたします。本当に、
三色気流をガチで使いたいので皆様のお力をお貸しくださいマジでというわけで、じゃあ、この辺で終わりたいと思います。皆さん、最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。ゴジラ VS、PS3 もね、大体動きが同じなので、PS3 の方も、PS4 で持ってやっている方もね、良ければ、アドバイスをください。はい、今のままでいいなら、今のままでいいんだけど。はい、まあね、そんなこんなで、ここら辺で終わりたいと思います。良ければ、皆様のコメント、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。じゃあねー。